分の国じゃないから分かんないよ、ね、分かんない分かんない、しきたりもね、しきたりも分かんないね。いや面白いこと結構あったよね、意外と。ちょっとやっぱどっか行ってさ、全国行ってさ、うん、ある程度拘束されるからさ、じゃあ外にちょっと遊び行こうよ、でみんなで固まっていくじゃん、ま、その時さ、うん、絶対今ないやつが、うん、ダンサー専用のおった、うん、その通りすげえあったね、あった、あのね、ダンサーを追う、うん、追ってくれるファンの方がタクシーみたいな感じでね、車に積まれてとにかく本人たちを追いかける、そのダンサーたちにもね、年に3台こうバーって追いかけてくれる、すげえ不思議な現象だよね、現象だよ、見つかるとさ一気に囲まれるじゃん、まあ、商店街とかみたいな、ね、うわーこれはすげえなーと思ったけどね、やっぱりね、おおみたいな、逃げろみたいな、そうだこれ。最近会ったりとかもしてるんですか、ビーンズのメンバーというか。あのね、なんとね、嬉しいことで、ね、前にね、自分がツアー参加した話を動画で載っけた時にちゃんと連絡して、うん、そしたらレスポンス返ってきて、で、私が本人から連絡くれたりとかして、嬉しいですか。いや、嬉しいよね、みんな元気でやってるみたいな感じだし、うん、そう、今でも、ね、こう連絡くれたりとか返してくれたりっていうのはやっぱ本当ちょっと俺としても、まあ、嬉しいなってなるよね。そうだね、うん、最近は会ったりはしてないんですか。僕はちょいちょい会ってますね、傭兵、本当に仲がいいんですね、皆さん。そうですね、そうだね、たまーにみんなで集まろうかって話は出たりとかするけど、なかなか全員集合することってなかなかないじゃない、うん、あとはね、やっぱりこうダンサーたちも結構もう変わったもんね、うん、うん、知らないもんね、俺が2009年とかまでやったのかな。いや、11もあった11最後多分俺らは11で終わった、うん、11だったよ、じゃあ俺もやってる、そっかな、トールくんもやった、あー10、11だから、それ以降の9年間またすごくガラッと変わったダンサーが、まあ、ちょいちょい残るやつは残ってるし、うん、まあ、今は多分ガラッと変わってね、まあ、それぞれは全然あったりとか、また集まりたいよね、そういう、いや、そうだね、うん、話に花が咲くようなことがいっぱいあるからさ、うん、まだまだこう話したいないこといっぱいあるんだけど、当時はああだったね、ああだったね、こうだったね、言いたいね、子供だったね、子供だった子供だったね、これなんかちょっとバックダンサーあるあるの話でさ、衣装が破れるみたいな、1回ぐらいは衣装どっかしら破けるって話で、ウィンズさん股をガッと開く振りがあるんで、フロアに入ってお尻ついて、でその前に俺もピッて落とす、破れてた嫌な感じ、うん、でバーッて回って結局も足開かなきゃいけないみたいな、で足開くんだけど音的にはすげえ破るけどかなと思ってたんで、結局見たら、まあ、このぐらい破けてた、3センチぐらいで、バッて俺も破けてるって、ケン君も実は破けてて、ケン君パッて見たらケン君10センチぐらい破けてた全開じゃん二人とも破けてて、中ちゃんとか言いながらそこを一緒、懐かしい、そうですね、手作りだったよね、うん、結構最初の方とかね、寸法も測ってもらって作ってたけど、うん、やっぱ踊りがちょっとやっぱ入るとやっぱね、うん、また開いたらやっぱ切れちゃったりもするよね、うん、どうせだとそのフロアの後に切れてほしかった、今でしょみたいな時に切れてるからガッツリ見える、うん、こういう感じもう無駄に手入れちゃうから、あと超ウケんのがみんなでツアー中、まあオフ日があったりするじゃない、うん、オフ日に、まあ夜中クラブとか遊び行ったりもするんですけど、みんなでパチンコしたのも結構思い出ある、いやー、そうだよ、俺だってもうギャンブルしたことない人間だったのに、うん、ウィンズの現場でベースの笹本さんがパチンコ行くぞっつって、パチンコかーって、俺別にやらねえかなみたいな、大好きだったもんね、そう、うん、乗りで、うん、とりあえず1000円入れたら、うん、隣の人のとこに玉が入っちゃったんだよ、うんあるある初めて初めてあるある、こっち入れなきゃいけない、こっち入れて隣のおじいちゃんとこ行って、おじいちゃんおーおーでもその1000円で4万出たのかな、いやそっからおかしくなったもん。ちなみにその一番初めにやったやつはジョーズ、ジョーズだ、京楽のジョーズ、ジョーズ俺みんなでやった覚えがある、ジョーズなんかあったね、ベンチャーしてこう、ジョーズマークが何とか当たったかが分かるわけの分からないよ、懐かしい、まあでもそっから確かに笹本さんですけど、すげえ好きだったね、そう、福岡はルー行くよって言って、行くよって言ってね、うん、しかも結構ギリギリな時間からも行ってるからね、いやいや、この時間から行くんですかみたいな、そういうのも楽しかった、うん、もう経験したことないことだったから、ダンサーだからクラブでみんなで遊んだりとかした、そうだね、各地方行ってね、それこそね、やっぱ各地方のイベントオーガナイザーとかもね、うん、まあ、それぞれ知らない人だったもん、よっちゃんだったら北海道で宮城とか紹介してもらったりなんかね、なんかつながりつながりでね、そうそうそう、いろいろ遊んだし、楽しかったな、騒がしかったよね、本当に人がとりあえず出てたもんね、出てた出てた、世の中にいっぱいいたもんね、
なんかこっちはウィンズさんで回ってるとかこっちはまるまるさんで回ってるみたいなさ、うん、ツアーダンサーとのおーみたいなのもあったりするあった、うん、場所によって各地でなんか面白かったね、なんかそれとなると本当に人が回ってた、なるほどっていうような感じで夏だったしね、多かったんだろうね、いろんなアーティストさんのツアーとかが、うんだから結局ツアーやると他もどん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 つながって仕事するじゃない、ウィンズさんの現場でツアーじゃなくても年末年始のさレコ大とか紅白とかさ、うん、面白かったよね、いや面白かった、あれも面白かった、初めてだったし緊張したしね、すげえ緊張した、そういう時に仕事というか出れるっていうありがたいね、うん、カウントダウン TV で締めくくってでもうと年明け3時ぐらいに出番だったね、うん、そうだね、遅かったね、遅かったよね、で終わってお疲れ様でしたなんつって着替えて帰る、帰った頃には年明けだからみんな出来上がってたってこと、俺そのまま新幹線で帰ってた、あ、新潟に、なんかもうみんなもう地元着いても出来上がっちゃってるし、わーみたいな、終わったーみたいなね、そして始まってるみたいな、なんか不思議な感じのいつも年末年始のサイクルだったんで、そういうのもなんか思い出してみるとすげえ懐かしいね、楽しかったし、楽しかった、勉強になったしね、なったなった、いろんなね、この言葉とかさ、演出の仕方とかさ、新しいことやってたよね、イリュージョンとかもさやってたね、マジシャンも、マジシャン呼んでね、結構やっぱそういうのもすごく新しかったし、まあなんかこう最先端をね、走ってたからね、本人たちは、ちょっとやっぱ時代がついてこなかったよね、それこそだって EDM とかなんてさ、流行る前、流行るもう3年前ぐらいから多分ウィンズは多分やってて、うん、入れてるもんね、でまあ某アーティストがまあすごい爆発して売れたけど、でもその3年前からもう最先端でやってたから、やっぱこうね、早かったよね、早かった早かった、もうちょっと待てばよかったのかもね、まあでもそこも含めじゃない、やっぱすごくアイドル超えたちょっとアーティストだったし、人たちもすごいよな、本当に今でもね、みんなそれだけ活躍してるからね、相当作り始めてるし、それこそだってウィンズのキッズダンサーとかなんつってもね、ジェネのレオとかもそうですよね、ユーセーもそうだし、ね、あとテンプラキッズもそう、あ、そうなんだ、すごい育ってるんだよね、実は現場で当時いたみんなっていうのは、なのでね、やっぱりそこの現場の見極める目ってすごかった、扱うダンサーたちも、まあ、でもやっぱちょっとまあ光ってたよね、光ってた子供の頃からやっぱみんなスターになるやつで、ユーセイとかやったらね、星光ってしね、そうでしょ、もうレオとユーセイのセンター割りだったからね、そうだね、ケイちゃんだね、今考えるとすごいな、すごいね、すごいことだ、まあ、そんな今夜でこんないろいろ話をさせてもらってますが、楽しんでいただけたでしょうか、こんなところでね、今日は締めていきたいと思いますが、またぜひぜひ他にメンバーいるじゃない、またもうちょっと大状態でもっといろんな、そうだね、ちょっとひな壇作ろう、ひな壇作ろう、ひな壇作ろう、 MC、 ね、MC、 MC、 MC、 これも MC もいけるかな、そうそうそう、もう、うん、行こう行こう、うん、ひな壇聞きながらね、思い出す感じだからさ、やっぱ分かる人たちいるとあーってなるから、あーだこうだ、いろんな話したよね、そうそうそう、そうなったらもうぜひよしトークで、よしトーク、よしトーク、でもその時はもうぜひぜひ本人さんも声かけてね、そうだね、ぜひぜひ出てもらいたいですみたいな感じで、皆さん、ここまで見てくださってありがとうございます、それ今回ありがとうございました、ありがとうございました、楽しかったです、すごく面白いな、ね、時間と楽しい時間なので、ありがとうございます、ありがとうございます、まだまだあのね、いろんなことが話し足りないんですけど、また次回さらにこうさ、今言ったよしトークね、よしトークをやりたいと思いますんで、ぜひぜひ気になる方はね、チャンネル登録お願いします、それではまた See ya!